いや、お疲れっす。さん、え、おうということで、ずっと言うてる。おう、まあ、ということで、今回福岡でなんか、マキイカくんが、なんか大会開くんすよね。はい。なんかそう聞いたんで、はい、もう僕も駆けつけようかなと思って、カタールから帰ってきました。達也さん、福岡向かってるんですか、うん、あ、僕のこと。あ、はい、存じ上げてます。フリースタイルやってる方ですよね。そう。ラパスとか。あ、ラパス知ってはんねや。はい、僕見させてもらってるんですけど、マキイカ君のチームみんな見させてもらってるんで、ちなみにこれどれぐらいかかるんですかね。6時間。7分もあんの !7分!おうっていうこと。危ない、ちょっと待って。落ち着いていこう。この、本田さんやめよう。危ない。危ない、危ない。これはやめよう、これ。おうっていうことで、まあ、今回も福岡行くんで、Vlog 回していきます。まあ、チームマキイカの、まあ、マキイカカップの裏側っていうことで、まあ、ちょこちょこ回すんで。まあ、マキのチャンネルでね、マキイカカップの様子上がると思うんですけど、まあ、そこでは見られへんようなところを撮っていこうと思ってるんで。いや、ほんまこれで子供たちのなんか夢与えれたらいいなと思うわ。あ、分かってろ。いや、絶対分かってて言ってるやん。そんなん言わんでしょ。今から行くときに、いや、夢与えに行こうみたいな、そんなテンションでいかんでしょ。今日という一日がなんかちょっとでもな、なんか子供たちの、思い出に残んでやったらな。いやもう聖書読んでる聖書読んでるぐらいのテンションで喋ってる。回ってんね。いや回ってるんですよ、ずっと。普段の感じ出してます。普段の感じこれなんすか。友達おらんでしょじゃあ。おうということで、福岡まで今から大阪出るんで、福岡までね、7時間ぐらい車で向かっていきたいと思います。キディ、達也さん、カレー美味しいですか。この動画再生いく思うか。いやいや、サービスエリアで牧梅もおらん。いやいやいや、達也チューブと沖旬チャンネルしかおらん。飯ごもっともでございます。再生いくか。いやいや、その裏側なんで、やっぱどういう感じで過ごしてるかみたいなところみんな気になってると思うんですよ。で、達也さんカレー食べんにやとかも今みんな食べるやろ。別にカレーは大体みんな食べるって男。そうっすか。止めや。何も出えへんで。ちょっと俺、達也さん悪く言うつもり全く一切ないんですけど、これ見てるやつめちゃくちゃキモいの。めちゃくちゃキモい。なんでな。俺のカレー見てるやつ、いいね誰も押してないで今この時間。いや多分ペクトがめちゃめちゃ好きやと思います。ペクトのみ。北海道ペクトのみ。キディ、ということで、福岡に着きましたね。達也さん、あ、もう何も喋らん。0か100の人やから。ほんまに。おう、達也さん、俺の髪真似すんのやめてもらっていいですか。してへんやん。伸ばして髪こう、はい、ほんま、黄色のちょっと今はようやくやけど、マジでずっと俺がやった。あと多い、ずっとしとったからな。逆っすよ。達也さん次明かすんのやめてくださいね。ほんまに。してへんし。ほんまにやめてください。ずっと俺、全てにおいて俺が先やったし。いやもう先に点取られるのはしゃあないですよ。相手強いの分かってるんで。なんだそのでやめた。いいでしょ。ちょっとやめた。いいでしょ。多分。キディ、今回もアンブル様に、はい、協賛いただいております。アンブル様ありがとうございます。ありがとうございます。まずはウェアでございます。もうこの今回私たち名前も入れてます。誉れ、炎上、涼、牧師家、達也、沖春。寿司？寿司？なんでアンブロさん、なんで俺寿司なってんの。お前が LINE してたよ。おう、ユーマ、ユーマ、はい、ありがとう。おう、めっちゃおもろかったお前。やめやな、おい、おい、何してんねん。試合見てる。ちょちょちょ、回した瞬間に前来たよ。じゃあ俺ここから乗ろう。はい、おい、何してんねん。試合見てる。ちょ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 、俺どいてやん、わざわざ。じゃあお前の後頭部しか映ってへんて。おう、
怖っ。キディ、おはようございます。ということで、2日目です。昨日ご飯食べてホテル着いたのが1時過ぎぐらいって、即寝でした。ということで、今日2日目ですね、撮っていきたいと思います。チームマキイカ2番目この人でした。あ、V6? コマレ君マキより早い。会社員だね、時間には徹底してるんですよ。いや、そうやけどマキあいつアホみたいに早く行動するからさ、うん、俺もう降りたら降るかなと思って俺50分に降りていいんだけど、うん、誰もな。いや、さすがにこれはこのハードさはやばい。まあ確かに寝た気にせえへんもんな。やばい。ということで、おはようございます。大堀さんと炎上くん、お機種に来ました。来てません。まさかのマキがまだ。これね、遅刻。はい、誰が時間取る。おい、あれ、そんなことあんの。ケント。グランド行ってんじゃん。いや、さっきグラウンド行く一人で。あ、まあ、マキと一緒に来た時に遅刻したらどういうことになるか知ってんのか。え、どうなんの。スタートが機嫌悪くなるからとんでもないことになるんだけど。じゃあ絶対遅刻しちゃあかんねん、朝は。絶対あかんねん。え、でもあのマキ2時半にも来たもんだから。早すぎるやろ。おう、あ、りょうくん来た。りょうくん来て6時58分あ、マキさんも来ました。おはようございます。おはようございます。さすがに遅刻はせえへんか、やっぱり。順番に誰降りてくるかって思っててけど。なるほど。せんか。しないですね、僕は。そうですね、さすがに。したことある？ない。うん。仕掛けたけど。仕掛けたけど。おう！おはようございます。みんなちょっと遊ぶ。誰もチェックしませんでした。いきます。キディ、それ何回してんすか？マジで。いや、Vlog よ。その福岡のマギガカップの裏側。え、もっと回せるとこあったやん。なんで急にその泡立てて、なんか2日目の朝の車から急に回すの。いや、昨日回してたで。回してねえやん、俺の前で回したか。俺回せって言ったら回してへんやん、うん、回さんくて急にそんななんか焦って、昨日帰りの車で言われたから知らんけどいっぱい回し出す。いや違う違う違う、普通に朝部屋で撮って。何撮った？え？何撮った？朝部屋で。朝でとりあえず早朝オナニー撮っといて。メントスコーラせえや。なんでやねん。朝からすんねん。ホテルやろ？うん。知らん人が掃除するんやろ？うん。じゃあメントスコーラしたらええやん。お前叩かれろもう。キディ、キヨキヨ、本田圭介、こんにちは。ありがとうございます。本当に寝てますか。チュージごめん。ちょっとマジでおんぶしてくれ。何してんすか、達也さん。ちょっとマジでどこからへん。荷物持ってくすか。ごめん、いい。え、マジで俺これ。え、達也さん、怪我すか。あ、この、やばい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 。え、しびれて動かれへん。しびれて動かれへんのかい。もうこの年のこうおんぶあんま見えひんで、ほんで大丈夫のかな。大丈夫なんかな。朝ごはんバーガー、
BGM 流れてるんですよ。ハンバーガー屋さんの BGM してるところ、この人。何の BGM か知らんってこと。え、レッドやろ。レッド。ちゃうん。ワンピースのレッドじゃないん。レッドって何？ RED。うん、映画の。どの歌？映画限定じゃありませんけど。映画のどの歌？レッド。いや、わからんけど、なんか最近 TikTok とかでよう出てくるやつ。あれか、あんまワンピース知らんのに生きてんのか。めっちゃ読んだ。1から全部前追いついた。で、今の歌知らんの？知ってるよ。TikTok で流行ってるやつや。レッドって何？ TikTok で流行ってるインスタか。は？ TikTok とかできる前からずっとこの曲流れてる。なあ。でも、テリヤキバーガー頼まれたから行くけど、呼ばれた中で行ってるからな。俺が行かれてんが。キッディ。何頼んだんけ？山形牛バーガー。あ、そうなんや。めちゃめちゃうまそうやん。お、いただきます。はい。えぐ。うまい。どう？うますぎる。お、サイズ見してくれ。でかない？なんか。うわ、でかっ。どんな取り方してんの？あんまないやろ。なぜねん。あれで挟む。一瞬に怖い、一瞬怖い人入れた。逃げんの。朝からいただいてます。めちゃめちゃ美味しい。どんな味なの？リアルに食レポ、うん。食レポしてくれ。いや、マジで。使えよ、お前、絶対。お前、自分思んないとこ消す癖ある。お前、インカメやろ。インカメじゃない。インカメじゃない。こっち取ってる。お前。マジでハンバーガーみたいな味する。ハンバーガーやからな。え？いや、ハンバーガーみたいな味。ハンバーガーやからな。山形牛の味する。山形牛やからな。で、なんかお前の舌正しいみたいなやめてくれ。ハムとかキャベツの味もするね。書いてたやろ、山形牛って。うん。で、パンがめちゃめちゃうまい。仲いいから2人でやる。パンがうまい。パンがめちゃめちゃうまい。うん、で、焼きたてほやほや。え、ちょ、こっち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 、こっち、そうそう、焼きたてほや。どこ取ってんねん、お前。胸のトマト。どういやって、ハンバーガーみたいな、ハンバーガーみたいな手ちゃうって、お前やめる。何言ってんの。最後一言いいですか。今度のマギカップね、2日目続いていくので、続きを見てください。お願いします。おう、みんな取ってくれへんからさ、こっち向いて、こっち向いてみ。ケント、ずっと口回りする。ちょっと待って、つきすぎやって。口回り、そのためにこれがあるの。いや、そうやねんけど、うん、顎ついてるで。ついたらあかんとかあるの。いや、ないけど、つきすぎてる。お、キッジ。あー、いいっすね。どうしよう、どうしようか。どうしようちゃうで。じゃんけんで先攻後攻決めてください。かわいい。キャプテン。あ、キャプテン、ここじゃなかったし。キャプテン。リュウゴだ。キャプテンやから。リュウゴだ。じゃんけん。最初はグー。じゃんけん。はい。おぉ、あ、あったね。おい、どいた、当たってるで。カメラ近すぎてるで。びっくりした。先攻後攻。おぉ、真ん中、真ん中。真ん中、真ん中。うまい。優しい。優しい。ごめん、でも入ってなかった。いや、わざとの感じだった。ほんまに優しい。優しい、さすがや。ほんまに話した。マジで、ほんまに話した。ほんまに話した。すまん。イエーイ。うおー、うまっ。ナイス。ブラボー、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 ブラボー。ブラジャーの人。いや、ブラジャーはやめて。あれ、お母さんから LINE 来て、ブラジャーのやつやめときやってきた。おお前、そこちゃうぞ。どこだっけ。ずるずる。おい、何一番なんだよ。せめてここやろ。いや、ここやろ。おお、
うわうわシュート。うまい。またまた。ブラボー。キャプテン。キャプテン。ハンクス。俺？もうコンさんもマジ大事。ちょ分かってるよ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。もうドマッチョちゃうんだ。ドマッチョより大きいやろ。兄ちゃん兄ちゃん。嫌やろ。マジンブー。マジンブーって言うことやろ。マジンブアケモノちゃうでよ。リンさんいけ。リンゴ。リンゴ色だけで言うてんな。ゴリラ。お集中させて。集中させて。切るから。頑張れ。頑張れ。頑張れ。ドバーンになるけど。何そういうの。トマト。うるさいじゃん。トマト言い過ぎてつらいっすな。頑張れ。2回目、2回目。蹴らしてよ。ほらもうキーパー集中切れるから。いきます。頑張れ。キッジおいしい闇感謝感謝まだ一杯食べたいなカシージャス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 おう二人っきりだねいっぱいおるよ大部屋よやっと二人になれた慣れてないよライトもいい感じでこうなってるよお前ライトもいい感じで暗くしてくれてありがとう明るいよ稽古と何本ついてほしい感じさっきまでずっと寝てたよ君あかんの寝てたら何分コースにするいや大丈夫コースとか何もないっす職業何はい職業あれですアドラーの職人やってますアドラーはい何それあのアドラーってそうスパイク、うん、そういう奈良県に一人しかいないですけど僕ですすごくないよアドラーの職人やってます一人でそうなんですつかないですかつかないですつかないですか私これ一本だからねえなんか風俗の方ですか違いますよ、そう思われるんですけどえ、何やってるんですか寝る人に話しかける人ですあ、いらん仕事寝そうな人に話しかけるいらんことしてるんですかそれ仕事じゃないですか何もしない人って言うでしょはいレンタル何もレンタル、はい寝そうな人に話しかける人いらん、いらん、需要ないからお金もらってやってあるんですかはい誰が NPO 法人ちょっと、それ多分潰した方がいいっすね平和にしたくて平和じゃないよそれは、ちょ基本ね、みんなね、呼ぶんだけど呼ばんよ、みんなあの、結局なんか、あんま会話したがらないんだろうかな眠たいからねいくらあるんですか1あ、1円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 こっちが払う邪魔してる気持ちちょっとあるやん1円どっから寝るのはい今日どっから寝るのどっから来たのみたいに言うてるどもうすぐ寝ますよ明日も寝るのいや、まあ、人間大体寝てるんで毎日そうなの今日何本目ですかほんその僕だけ何分ですか今月で1売れてねえ1円マイナスしただけ他にも仕事やってあるんですかはいあ、何やってるんですかえ飛び職飛び職しながらレンタルの喋りかける人やってる、はい、寝る前に喋りかける人、はい、そっちやめや需要なくてないよ、分かってんの自分でも分かってんのでもこっちを本業にしたい本業じゃない金払ってんねん、そっちがチップとかもらったりするあそれで整形立ててそう最高マックスのチップ取れるんです1になるか1おおバリ気に入ってる人おるやん大社長さんまさんさんまさん寝てない寝ないからあなたのせいで私ちょっともうやめてくださいあなたのせいなんだ専属なんだもうさんまさんのマネージャーマネージャー
睡眠マネージャー睡眠マネージャーしてるんだ。僕大丈夫ですか、さんまさんの言ってください。これは1時間コースか何かですか。あ、1時間でも帰るんだ。1時間コースっていうかレム睡眠レムコース。じゃ あとハイブリッドもある。え、ハイブリッド、レムコースとハイブリッド、ね、眠りが浅いとかじゃなくて、ハイブリッドってそれどういうことですか。するよ。何を一払ってバカだ。早く飛び職戻ってくれ。飛び職の時に私寝てるよ。危ないって。命がけのお仕事やねんから、あんな、はい、じゃない、あんな高いとこで寝んな。非常まで回しすぎやねん。もういいねん。ごめん、なんかどこまでありがたいなと思って。気のせいや。ありがとう、好き。あなたは 何してる人。やめて。何してる人だな。葛飾市場氷売り。氷売りです。氷売りさんだ。それはあるもんね、仕事としてしっかり。やまびこ返してる人です。あなたが。はい。え、全部の、はい、山に、あの山でやまびこを返す仕事です。ヤッホーって言われて帰ってくる、あの声の人。そうです、そうです、そうです。よくご存知で。え、それは日本で活動されてますか。あ、そうですね、僕は主に日本でやらせてもらってるんですけど。あ、そういう会社があるんですね。はい、あの各地区に配属されまして、各山岳地帯に。はい。どの山担当されてるんですか。あ、日高木曽赤石やらせていただいてます。日高木曽赤石ですか。はい。あ、そんな、あ、そうなんですか。そうですね。時給とかいいんですか。あ、時給結構、時給じゃない、1本何円とかですか。あ、あの一つの活動っていうか、そこの一回が、はい、あのそれの文字数によってあの給料が変わってくるんですよね。結構長めに言われたら、ヤッホーとかあんま嫌なの。そうなんですよ、ヤッホーとかは意外と儲からなくて。そうなん、長い言葉をなんか結構最近とかやると、あ、あります。あの結構ありがたいのが、あのなんかすっきりしたくて悪口をこうね言ったりとか、こう何々やんけーみたいな、こう山で叫んでる方とかいるじゃないですか、テレビとかでもね。ああいうのとかを返すのが一番単価高いですね。今まで、そうですね、あのお仕事されてる方でその上司への不満だったりとか、まあ、そういうところをこう、どういう、マックスのやつは。ちょっと2000文字ぐらいになるんですけど大丈夫ですか。はい、あの先月から働いてる会社の福山上司、初対面の時はとてもいい人だと思ったんですけど、そう、怒鳴ってんすよね。はい、そのかぶせて返させて。あ、そうだね。そうですね、あの基本的には 1.5 秒遅れで返させていただくんですけども、それ遅れすぎてミスったりとかした、なんか、あ、遅れすぎたらちょっとペナルティーがあるので。ペナルティーどんな、あの別の山岳地帯に送られるんです。なるほど、仕事減らす。そうなんです。だから今結構大きいその日高曽赤石任せていただいているので、ちょっとここでミスはできないなという形でやらせていただいてるんですけど。一応もう長いですか。そうですね、もう結構やらせていただいてて、もう30年目ですかね。来るでしょ。いやー、それがね結構ね、あの喉のケアとかもしてくれるんですよ、会社で。福利厚生で。そうなんですよ、福利厚生よくて、あの喉のケア、龍角散を月に30ケースと、あと喉のマッサージがありまして。そうなんですね。そうなんですよ。外れの、外れちゃいや、外れだな。おいらっしゃい。よろしくお願いします。
なんで選んでくれたの？いやまあ今空いてる人があなたしかいなくて。うんうんうん。だから選びました。始める？あ、ちょっと何をすか？ひっくり返す人だよ。ひっくり返す人？ナイス。ひっくり返してくれるんですか？はい。あ、じゃあ私ずっとひっくり返してるよ。え？うん、そう、仕事がです、それですか？私ひっくり返す人。あ、人間をこうひっくり返すだけです。人間だけで。オセロ。ひっくり返す人だった。はい。あ、頼んでないです。置くでしょ、オセロ。あんなん自分でできるんで。ひっくり返す専門の人。ひっくり返すって言うんですか？ひっくり返すだけで。ひっくり返すよ。あ、別にオセロ自分でひっくり返します。それやられると仕事なくなっちゃうから。そんなん仕事にすんな。1回1000円高っ。貸したくな、もうオセロ。やめる。はい、もう需要ないでしょ。ないよ、知ってる。え、知ってるんですか？知ってるよ。けどやってるんですか？うん、誇りあるから。この仕事に。うん、誇りはあるけど。いろんなオセロひっくり返してきたよ。あなたに頼む人いないでしょ。すごいっていつも言われる。え、これ普通にこうやるだけちゃうんですか？なんか変えてる。使うときは使うよ。何をすか？フライ返しとかでも使うときある。フライ返しどういうこと？とかこう指でグッとして一瞬ついてくるタイミングでひっくり返したりもするよ。油でね。はいはい。寝ていい？まあまあそうですね、寝ても大丈夫。ごめんね、仕事できないけど。いやまあそうですね。うん、何やねこいつ、白黒はっきりしそうや。払えるお金？ああ別に払えない。何円ですか？まだ1万円もめくってないから1000円も払う必要ない。それは会社からの私の給料。オプション？オプション何かあるんですか？あるよ。何やるんですか？オプション何がある？その返し方の種類を選べる。どんなのか。基本ひっくり返しが。ひっくり返しってやめて。一回1000円なんだけど。はい。まんぐり返しってのがある。おい。ガツシ。それが15,000円最安で。高いとこで30,000とかもあるよ。高いとこでなんですか？あなた以外もやってるんですか？はい。じゃあ一応払います。じゃあ、まんぐり返しするね。はい。よいしょっと。刺してね、まんぐり返し。怖いしょ。全部嘘。普通のおっさんです。気持ち悪い。こんにちは。普通のおっさんです。おっさんの言うことです。72歳です。老後に起床。起床老後。ずっと一人で生きてます。起床老後。木造2階建てに住んでます。知らん。それ怖い。名前呼びるな。おう。こんにちは。なんで。こんにちは。なんで選んでくれたの。はい。2階。はい。2階。何が。3回。はい。4回。カウントされてない。5回。何の？まばたき数え男。まばたき数え男だろ。頼んでないです。気になってないんで、僕。パチパチ気になってる。あ、6。あ、6とか。やめてくれ。7。怖っ。最初。え、それ数えってなんかなるんですか？データ取ってるんですか？なんか。データ。データ。データ。あ、名前が？名前がデータさん。はい。データ男性ですよね、完全に。男性。そうですよね。もう頼んでないんで、多分もう帰ってもらった方がいいです、多分。父まばたき18。18？ まあ高っ。私が寄付する。あ、そうね、まばたきすればするほど優しい人だった。データさんめちゃくちゃ優しい人だ。それで僕ちょっとやな。それな、え、一人でもやってはるんですか？家族で、家族で仕事してるタイプだ。
おるけど、まばたき数え男。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。キディ、うまい、バナナ、あ、いや、でかすぎ、でかすぎ、あげるわこれ、あげえな勝手に、俺のやねん、おう、いや、しんど、回ってるっすか、回ってますよ、あの小学生と対戦するんだ、今試合やったんですけど、ちょっとしんどいっす、1個前は勝ったっすか、勝ったっす、勝ったっす、2本目いきます、追っかけます、すまない。一回だけあの鬼醤油にきディフェンスが入って、俺は逃げろと思ったら、グッて、すいません、フィジカル強かった、鉄壁の壁、フィジカル強すぎる、俺120キロあげると勝てへんかった、120キロですか、でかめちゃめちゃでかい、とにかく勝ってますからね、勝った、走り回ってましたね、体重関係ないみたいですね、そうっすね、じゃあ触ってみる、いや、お腹触ってみよう、汗だけ、おっぱい触んな、お前おっぱい触んか、お腹触ってるからね、おっぱい、そうそう、お腹触って、おっぱいもいけるやん、おっぱいいけるやん、おっぱい触って、おっぱい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 、